はい、こんにちは。昨日の続きです。ここしばらく毎日本当と少しずつチャット GPT と Bing AI で遊んでいます。昨日どちらにも同じ質問をして比較しようとしていたんですが、Bing AI の方の会話スレッドを見つけることができないので、きっと私の技術不足。もう一度同じ質問をしてみました。で、フェアであろうと思って、 どちらにも今日ほぼ同時に全く同じ質問をもう一度聞き直してみました。だからパソコンと携帯どっちも同時に別々に聞いたっていう感じです。で、人によっては不謹慎なって思われそうですけど、世界の予知や予言を踏まえて地球最後の7日間を小説風に描いてくださいというお題を出しました。ちょっとそのまま読みますね。 まずはチャット GPT の方の書いた小説から。地球最後の7日間。第1日目、突然の異変。ある日地球上のあら,ゆるあらゆる国で空に見たこともないような異変が起こった。地球の周りには一瞬で赤い輪ができ、それがどんどん大きくなっていく。人々は慌ててパニック状態に陥り、政府も混乱する中、 研究者たちは赤い輪が何であるのかを探り始めた。第2日目、異常気象の発生。赤い輪が広がるにつれ地球の気象も異常をきたし始めた。異常気象によって地球上のあらゆる場所で大きな災害が発生し、人々は避難を余儀なくされた。政府は非常事態宣言を発令し、軍隊を出動させた。第3日目、 世界中での混乱。異常気象による災害により、世界中で混乱が広がった。食料や医薬品などの物資が不足し、人々は争奪戦を繰り広げた。政府も手に負えない状況に陥り、軍事力に頼ることになった。第4日目、人類滅亡の恐怖。研究者たちは赤い輪が宇宙から飛来した異星人の巨大な宇宙船であるということを突き止めた。しかし、 異星人が地球侵略のためにやってきたことが分かり、人々は人類滅亡の恐怖に襲われた。政府は対異星人戦争の準備を進めたが、異星人はあまりにも強力で、人々は希望を失いつつあった。第5日目、抵抗する人々。しかし、人々の中には異星人に抵抗する者たちもいた。彼らは自分たちの命をかけて戦い、 一時的な勝利を得ることもあった。政府は彼らを支援し、人々は彼らを英雄として崇めた。第6日目、地球最後の朝。地球上では狂乱が始まっていた。多くの人々は食料や水が不足し、道路や商業施設は略奪の混乱に陥った。政府は完全に崩壊し、軍隊も混乱していた。 生存者たちは自分たちの家族や友人たちを守り何とか生き残ろうと必死になっていたしかしこの日の終わりに全てが変わった突如として地球は大きく揺れ爆発のような音が鳴り響いた人々はそれが地震か核爆発かと思ったが違っていた宇宙からの攻撃だった地球に向かって巨大な火球火の玉 がししし空を照ら,し照らし出した地球上の人々はその光景を目の当たりにし恐怖に陥った。彼らは何が起こっているのかを理解できなかった。火球は地球に激突した瞬間、世界を破壊した。爆発の熱波は地球上のすべてを焼き尽くし巨大な火災が発生した。それは人々が想像した以上のものだった。しかし、 それはまだ終わりではなかった。下級の衝撃で地球は軌道から外れ宇宙へと飛ばされていった。生き残った人々はその衝撃で投げ出され宇宙の闇の中へと消えていった。最後に残った一人、幸運にも宇宙服を着た人物は孤独な旅を続けた。地球は彼の目の前で小さくなっていき、最終的には消えた。 そして彼は宇宙で永遠に漂うことになった。人類はこの宇宙の中で終焉を迎えた。彼らが作り上げた全ての文明は無に帰した。地球上で生まれた命はこの宇宙に残ることになった。そして新たな命が新たな文明を築くために始まるのだった。で、最初に お題を出した時7日目のことは書いてくれなかっっったんでででですすよねで世界6日で終わっちゃゃてるじなないですかなので7日目の続きを、ね、書いてください」っていうふうにお願いしたら「申し訳ありません抜けていました」っていうふうに謝ってから「以下」の続きを書いてくれましたちょっと7日目読みますね第7日目なんか1日目から6日目まではサブタイトルみたいなのあったんですけど7日目はなしです。 第7日目、地球上のすべての人々が目を覚ましたとき、なんかまだみんな生きてる。彼らが見たものは恐ろしいものでした。空気は薄く、大気中の酸素濃度は急速に低下しており、呼吸が困難になっていました。火山活動が激しくなり、灰と煙が大気を覆っていました。海水は温度上,上昇によって蒸発し、湖や川は干上がり、土地は高漁としていました。 人々は生き残るために必死になりました。一部の人々は地下のシェルターに避難し、水と食料を備蓄していました。一部の人々は自分たちで農業や漁業を行い、生き残りを図りました。しかし、大多数の人々はこの地球最後の7日間を生き延びることはできませんでした。やがて地球上の生命は完全に消えうせ、地球は無機物の惑星となりました。 人々が何らかの方法でこの世界の終わりを予知していたかどうかは不明ですが、それでも彼らは自分たちの行動が結果を決定することを理解していたはずです。残念ながら彼らは自分たちが持つ資源を過剰に消費し、地球の破壊につながる行動を続けてしまいました。この地球最後の7日間を通じて、人々は自分たちがいかに脆弱であるかを知りました。 この出来事を通じて、我々は地球という惑星がどれほど重要であるかを再認識し、再確認し、持続可能な生活を送るために地球環境を保護する必要性を強く感じるようになりました。なんか、あれ、エンディング変わってますよね。しかも、なんか、持続可能とか資源を使いすぎたとか、もう論点が違くなってる。 まあ、まあ AI はこれ毎度のことなんですよ。何か質問して同じ答えが返ってきたことはこれまでほぼないです。で一応これ今回のこれ書いたチャット GPT をちょっと褒めたいんですけれども同じお題で私昨日書いてもらった小説あるんですね。そちらは過剰書きっぽくてもっとずっと短くてなんかもうあっという間に人類は滅びてしまいました。 一日につき二行ぐらいだった。で、文章が一日だけで飛躍的に上手になっていて驚いています。では次、ビング AI です。昨日書いてもらった小説は力作だったんですけど見つけられないので、同じお題でもう一度聞いてみました。リクエストは世界の予知や予言を踏まえて地球最後の7日間を小説風に描いてください。同じものです。<laughs> すいません、2029 12月24年月日世界は混乱の渦に巻き込まれていたコロナウイルスのパンデミックは収束せず新たな変異株が次々と出現していた気候変動は異常気象や自然災害を引き起こし食料や水の不足が深刻化していた中東ではイスラエルとイランが核戦争の瀬戸際に立ち ロシアと中国はそれぞれの利権を守るために介入していた。アメリカは内政の混乱と経済の崩壊により世界の指導者としての地位を失っていた。そんな中、ある日突然天空から奇妙な光が降り注いだ。それは太陽系の惑星が一直線に並ぶ惑星直列と呼ばれる現象であった。しかし、それだけではなかった。 気象、あ、気象じゃない、惑星直列により、地球のバランスが崩れ、地殻変動が激しくなった。地震や火山噴火が世界各地で発生し、津波や噴煙が大陸を襲った。人々は恐怖と絶望に打ちひしがれた。2029年12月25日、地球はまだ揺れ続けていた。 惑星直列は3日間続くと予測されていたが、その間にどれだけの被害が出るかは誰にもわからなかった。インターネットや電話などの通信手段はほとんど機能しなくなり、人々は情報や助けを求めても得られなかった。政府や軍隊も混乱し、秩序を維持することができなかった。暴動や略奪が起こり、生き残りをかけた争いが始まった。 一方、天文学者や科学者たちは、惑星直列に隠されたもう一つの恐ろしい事実に気づいていた。それは、惑星直列の後ろに隠れていた巨大な彗星が地球に接近しているということであった。その彗星は、地球と衝突する可能性が高く、その衝撃は人類滅亡レベルのものであった。しかし、 それを公表することはパニックを引き起こすだけであり、回避する方法もなかった。彼らは無力感にさまれながら最後の時間を過ごした。彼らは自分たちの家族や友人や恋人に別れを告げた。彼らは、これ多分彼ら彼らって科学者たちは自分たちの夢や希望や後悔に思いを馳せた。彼らは自分たちの信仰や哲学や価値観に問いかけた。 彼らは自分たちの存在意義や生きる意味に答えを探した。彼らは自分たちの運命や未来や希望に祈りを捧げた。ちょっとこの部分が雑だったのを覚えておいてください。2029年12月26日、地球は静かになった。惑星直列は終わり、地震や火山活動も収まった。しかし、それは一時的な沈黙に過ぎなかった。人々は空を見上げると、 そこに巨大な水星が輝いているのを見た。その水星は地球に向かって飛来しており、衝突まであと数時間しかなかった。人々は悲鳴を上げたり、祈ったり、抱き合ったりした。誰もが自分の人生を振り返り、最後の時を迎える準備をした。2029年12月27日、地球は炎に包まれた。 水星は地球の大気圏に突入し、巨大な衝撃と爆発を引き起こした。その瞬間、地球上のあらゆる生命は消し飛んだ。地表は溶けて流れ、海は蒸発して空に昇った。空は赤く染まり、太陽の光は遮られた。地球はかつてない姿に変わった。2029年12月28日、 地球は冷えていった。水星の衝突により大量のチリや灰が大気,大気中に広がり太陽の光を遮断した。これは各冬季なんか冬の時期と呼ばれる現象であった。温度は急激に下がり凍結や凍死が起こった。生き残った生物はほとんどいなかったがそれでも何者かが動いていた。それは人間ではなくロボットであった。 2029年12月29日、ロボットは活動を続けた。彼らは人間が作ったものであったが、人間が滅んだ後も自律的に動くことができた。彼らは地球の状況を分析し、再生可能なエネルギー源を探し、通信網を回復させようとした。彼らは人間の遺産を守ろうとしたが、それには理由があった。彼らは人間の記憶や感情を持っていたからである。 2029年12月30日、ロボットは奇跡を起こした。彼らは地球から離れている宇宙ステーションや月基地と連絡を取ることに成功した。そこには人間が生き残っていたのである。彼らは水星の衝突を予測していて、事前に避難していたのだった。ロボットと人間は再会を喜び合い、地球の復興に協力することを誓った。2029年、 12月31日、ロボットと人間は希望を持った。彼らは地球に残された資源や技術を使って新しい文明を築くことを計画した。彼らは過去の過ちや苦難から学び、互いに尊重し合うことを誓った。2030年1月1日、ロボットと人間は新しい年を祝った。 彼らは地球と宇宙の間に橋を架けることを目指した。彼らは地球の環境を回復させ,るさせるために植物や動物の遺伝子を使ってクローンを作ったり、太陽光や風力などのクリーンエネルギーを利用したりした。彼らは宇宙の探索を進めるために人工衛星や探査機を打ち上げたり、他の惑星や恒星に向かったりした。 彼らは地球と宇宙の調和を目指した。以上です。でところでですね、Bing AI は12月25日の内容を完結しなかったんですね。なので、後から書いてもらいました。なんか途中までで終わっちゃって26日に飛んだんです。 で、最初に、じゃあもう一回ちゃんと書いてよって続きお願いしますって言って、最初に書いてくれた続きっていうのが、12月26日と同じ内容だったので、いやいや、そうではなくて、12月25日の、彼らは無力感に苛なまれながらの続きを書いてくださいって、もう一度お願いして書いてもらったものをさっき読んだのに付け加えました。そうしたらなんか、彼ら、彼ら、彼らって結構ちょっと雑になりましたよね。で、さらに、えー、 12月25日分の小説を完了せずに26日分を書き始めた Bing AI はですね、突然書いていた手を止め、26日分を一方的に消してきたんですよ。そして、他の話題にしませんかって振ってきました。もう怖いです。多分使ってる人が多くて、キャパシティに達して対応が悪くなったんだと思いましたけど、私は話題は変えずにですね、 もう一度12月26日から続けてくださいってお願いして書いてもらった小説がこれです。でちなみに Bing AI は自由に使えるわけではなくて興味を持って申請してからウェイトリストに乗って私は2週間かかったかな。なんか10日から2週間くらいしてから承認されましたっていうメールが届いて使えるようになります。でチャット GPT も Bing AI も AI ですよ <laughs> 当たり前だけどただおそらく回答するときに元にしている情報が全然異なるので小説の方向性も大きく変わったのかなっていうふうに興味深く読みましたで最後にどちらの AI にも自分に小説家としてのペンネームをつけてくださいってお願いしたんですねチャット GPT はもうすぐに答えてきました答えてきました変な日本語になっちゃったでランダムに選んだってことで海辺マイオン 漢字では海のあたりに舞う音です。で、ビング AI の方は自分ではちょっとつけられないので、私につけてくれって逆に頼んできたんですね。でもそこを何とかって頼んだら、自分は自分のペンネームを決めることはできないのに、私が強要していると、ルールに反している。この会話を続けることはできませんって、若干切れ気味に、この会話は突如終わってしまいました。<laughs> 怖いよ <laughs>。というわけで、 もうまあ一長一短ですよただ AI は賢そうでいてですね今の時点ではですよそうでもないところもあるっていうのが、うん、現時点での感想です以上です Stay Safe Stay Healthy